森谷菜子は、静岡県出身のプロボーラーである。2007年プロデビュー。ジェイプバ第40期生。ライセンスナンバー429。株式会社グランドボール所属。BS 日テレで放送中のボーリング革命 P リーグに出場している。キャッチフレーズは、シンデレラガール。身長164センチメートル。血液型 A 型。右利き。ピザーラ。 シロイヤルホテルとスポンサー契約、アメリカンボーリングサービスと用品契約、レイズコーポレートとマネジメント契約、家族と共にボーリングに親しんだ。小学5年でマイボールを作り、6年からスクールに通い始めた。中学ではバスケットボール部、高校ではホークソング部に所属。高校2年の1995年12月、 第2回全国高校対抗選手権大会に、静岡県立静岡城北高等学校の1年、先輩である、片井綾野とペアを組んで出場し、優勝した。片井と森が一緒に練習する機会は少なかったが、チームワークが抜群だった。明治大学に入学し、ボーリング部に入部。ボーリング部に、女子は一人しかいなかったが、チームが一丸となって、 勝利を目指す学生へボーリングの魅力にはまった。2005年、2006年とプロテストを受けた。2005年は一時二次テストとも4日間 48G でアベレージ185ピン以上が合格ライン。森は一時183.43ピンで合格しなかった。2006年は合格ラインが190ピンへと引き上げられた。森は一時187.60ピンで また合格しなかった。三度目の挑戦となった2007年に一時200.87ピン、二時197.97ピンで合格。念願のプロ入りを果たした。2007年下期二2008年上期はなかなかトーナメントでの実績を残すことができなかったが、2008年春のフロリダのケーゲルトレーニングセンターでの修行や、 P リーグでの上位進出をきっかけに2008年7月のビッグバックス東山トカップで12位に入りトーナメントでの初賞金を獲得した。同月に行われた承認大会の神戸プロアマボーリングフェスティバルでは予選 6G で1460ピンでトップ通過を果たし準決勝で敗れたが4位に入った。2008年8月27日に所属する 新名ボールのリーグ戦にて、自身初のパーフェクトゲームを達成した。2008年10月に、同じく、ピザーラとスポンサー契約を結んでいた、近所愛の長谷川学美良プロと共に、株式会社レーズコーポレートとマネジメント契約を結んだ。2008年10月に行われた東海女子オープンでは、近所愛の鈴木里沙と共にベストドレッサー賞を受賞した。 2009年8月に行われたプロボーリングレディース新人戦では予選、準決勝を共に1位で通過し決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦で森山まりを準決勝でカ谷ヤス,スを下し優勝決定戦に進出し優勝決定戦で佐藤正美に敗れたが2位となりプロ入り後最高の成績を収めた。なお予選6ゲーム目に 自身初の公認パーフェクトゲームを達成した。2010年9月に行われた第5回 MK チャリティカップでは予選後半4ゲーム目に自身2度目の公認パーフェクトゲームを達成した。2010年12月に行われた第33回 JLBC プリンスカップでは決勝トーナメント1回戦1ゲーム目に自身3度目の公認パーフェクトゲームを達成した。肩の強さを活かして 高いバックスイングから有数のスピードボールを繰り出す。小学生の頃からバックスイングが高かった。安定したコントロールを優先するためバックスイングを小さくしたこともあるが強いボールを求めるうちに元のスタイルに落ち着いている。ストライクを取った時に気合の入ったガッツポーズを見せる。P リーグでのキャッチフレーズはシンデレラガールだが実はスポコンキャラ。 アイドルのイメージとのギャップを楽しめる。ボールの重さは14ポンドだったが、よりパワーのある投球を目指して、2008年3月から15ポンドに変更した。性格は気さくで謙虚。写真やサインにも気軽に応じる。類戦が弱く、嬉し涙も悔し涙も流す。憧れの男性アスリートは、小野慎治。リラックマの大ファン。自らをふざけて、猿へとも呼ぶ。 P リーグには第3戦で初出場した。まだプロ入り前で、ナショナルチーム以外のアマチュアとしては初の抜擢だった。次世代スター誕生の期待がかけられ、ユニフォームもボーリング選手のイメージを変える斬新なワンピースで注目されたが、1回戦で佐藤幸恵に敗れた。プロ合格後の第8戦から再参戦し、第10戦第12戦はスポンサー契約した。 ピザーラのユニフォームを着用。この時着用していたチアリーダー風のユニフォームは、公式戦にも着用して出場しており、チアリーダー風のユニフォームを最初に公式戦で着用した選手である。第13戦以降は、再び斬新さを打ち出し、衣装でもファンを楽しませており、P リーガーのファッションリーダー的な存在となっている。特に、テンガロンハットは、 彼女の代名詞的存在となっており、その色は、第13戦は、ショッキングピンク、第14戦は、スカイブルーとホワイト、第15戦は、ピンク、第16戦はオレンジである。以降、テンガロンハットを被ってはいないが、ピザーラのユニフォームを着用した第19戦を除いて、必ず帽子を被って登場している。いつもは入場シーンが終わると帽子を脱いでいるが、 第17戦では、ニット帽を、第27戦では、ベースボールキャップをかぶったまま投球した。類戦が弱いイメージをファンに植え付けたのは、第10戦。1回戦で、谷川明子と2位争いを演じた森は、第10フレームでダブルを取れば逆転勝ちだった。1投目はストライクを取ったが、運命の2投目は大きく1番ピンを外れて6本に、終わった。結果は、 谷川216ピンに対し、森は215ピンで2回戦進出はならなかった。ゲーム後のインタビューでは、あんなひどい投球になってしまって、まだまだですと、テレビカメラの前で涙ぐんだ。第8戦の1回戦突破以来、なかなか勝てなかったが、第12戦で初めて2回戦突破、準決勝では、敗れたものの、3位決定戦を制し、初の3位入賞。 賞金獲得を果たした。ボールの重さを15ポンドに変えて、初めて臨んだ。第13戦では、1回戦で、当時の P リーグ対記録である279ピンを出し、姫路霊との接戦を制した。第14戦では、1回戦、準決勝を突破し、初の決勝進出を果たしたが、決勝戦では、大石なお、片井綾乃のアマチュア2名に敗れ3位となり、 インタビューで悔し涙を流した。第21戦では、1回戦で266ピン、準決勝で257ピンとハイスコアを記録し2度目の決勝進出を果たした。決勝戦では223ピンで、277ピンの松永博美、248ピンの大石直に、敗れたが、3度目の3位入賞となった。 第22戦では1回戦で150ピンとなり、第20戦から導入された1回戦のスコア回2名は、次戦に出場できないルールにより、清水博子と共に、第23戦には出場できなくなった。これに関しては、絶対強くなって、また戻ってきますと語っている。第25戦では、1回戦、2回戦ともに222ピンで勝ち抜け、3度目の決勝進出を果たした。 決勝戦では10フレームをトップで迎えたが、1投目は3から10のベビースプリットを残してしまい、これをカバーすることができず、184ピンとなった。また、森とピンサノニーで10フレームを迎えた松永博美も1投目で6から7から10のスプリットを残してしまい、カバーできずに177ピンとなった。最終投球者の吉田真由美は、 森と一マーク差で10フレームを迎え、一投目8本、二投目で、これをカバーした。三投目でストライクなら185ピンで、吉田の優勝、9本なら184ピンで森と同点となり、プレーオフ、8本以下なら森の優勝という状況になったが、吉田がストライクを取り優勝を果たした。森は1ピン及ばなかったが、自己最高の2位となった。なお、 表彰式の際のインタビューで身につけていたお守りが学業成就のものであったと語っている。第29戦では1回戦は4連続ストライクのスタートで205ピンで逃げ切り、準決勝では5連続ストライクを含む257という第29戦全試合の中でも一番のハイスコアで4度目の決勝進出を果たした。決勝戦では 6フレームまでに2つのスプリットによるオープンフレームを記録してしまい、7フレームからターキーで追い上げたが及ばず、193で2度目の2位となった。第30戦では、1回戦で243、準決勝では189ながら、自身初の2戦連続での決勝進出を果たした。決勝戦では、松永博美、西村美紀との対戦となり、 P リーグ史上初となる2戦連続同じ顔合わせとなったが159とスコアを伸ばすことができず3位となり念願の初優勝はならなかった。第43戦で冠類の初優勝を遂げた。第1シーズンチャンピオン決定戦は第2位。第51戦で8戦ぶり2度目の優勝。第55戦の田町ラストで4戦ぶり3度目の優勝。 第5シーズンチャンピオン決定戦は第2位。アマチュア時代公式戦、ボーリング革命 P リーグ。ありがとうございます。